藤さんもねやっぱ2回目とはいえ、まあ、あまり来ない会場なので、ここで12 まあ今回しかも神として初ですから ね、 そうですね、前回とは立場は違うわけなので、うん、やはりね神は神なりのやはり緊張あるんだと思いますね。さあマリガンチェックです。コンボデッキ同士の対決、さあ加藤選手の初手はどうだ。うん、いいですね。ちょっと見こそないですけど、いいすね、2ターン目神ジェイスも見える。見えますね。じゃあこの判断材料がない状態で実物提示教育出すっていうのはやっぱり多少はリスクがあるけども、まあ出るのがジェイスだったらと。あ、いや、ジェイスはあれですね、もう普通に出すしかないですね。焦点のプレインゾーカー出せないんで。失礼いたしました、申し訳ございません。水田の花びら、裏切り者の、イニシエの墳墓、フェッチランドから2ターン目に。真中族からと。そうですね、普通にキャストできるんで、それで身を探して。なるほど。またコンボデッキ使う以上、やっぱり少しは思い切らなきゃいけないと思うんで。うん、そうですね。さあ、小笠原選手はここでマリガンですね。どっちが無色マナ1枚だったので。うん、いやでもこの大舞台で本当に今まで使ったことないデッキが使えるっていう、うん、すごいですよね。ちょっと僕だったらやっぱりビビって使えないかなと思ってしまうんですけど、うん、まあ、スニークショーというデッキね、非常にまあ動き方としてはシンプルで強力なデッキなんですが、やはりいつ仕掛けるかとかね。そうですね、やっぱサイド5がやっぱコンボデッキってどうしても難しいんで、どのフォーマットもそうですけど、うん、さあ今度はどうか。モックスダイヤモンドと土地3枚、そしてハンデスと輪作ですね。このデッキのキーカードです。さあ試合前にがっちり握手をして試合スタートです。さあ小笠原選手のこのターボデプスというデッキなんですが、はい、簡単にどういったところを目指していくデッキなのか津村さんご紹介いただければなと思うんですが、暗黒の深部という土地があるんですけど、うん、その土地をこねくり回すと二重二重破壊されない飛行というすごいトークンが降臨するので、それで一瞬で勝ち切るデッキですというデッキですね。さあまずはモックスダイヤモンド、沼を捨ててモックスダイヤモンドから思考囲い、加藤選手はここで渦巻く知識を打って、まあ、神ジェイスを隠しに行くか、うん、行くようなブレインストームにはなりそうですが、なるほどなるほど。さあここで渦巻く知識、加藤選手インタビューでもおっしゃってたんですけど、ある程度小笠原選手がそのターボデプスのまま来るんじゃないかっていうのは予想していたようなので、まあ多分この時点でデッキはほとんど判明してるんじゃないかなと、うんうん、さあここで3枚引いて2枚戻す、何を戻していくのかというところですが、ちょっとね最序盤すぎて隠せるカードを、うん、あのショー&テルもあったん でショー&テルで神ジェイス見ってあるとすると隠しきれないんで、まあ、ちょっと隠すカード難しそうですけど、ね、難しいですよね。ちょっと今ちらっとね全知っぽいものが見えた気がするおっとさあどうでしょう、神ジェイスがここにあるということはトップに隠した2枚は相当強いと。そうですね、だからこれで実物提示教育をおそらく、そうですね、実物プラス見、なるほど。そしてここで、まあ、もうほぼこれって神ジェイス落とせって言ってるようなもんなんで、うん、ということは次のターン睡蓮の花びら、イニシエの墳墓、ポンダーからショー&テルが打てると。もう選択肢ないですよね、これ神ジェイスしか選べないんで、うん、さあそしてフェッチを、フェッチからベユ、
そして森を守るものですね、渋いクリーチャーです。そうですね、これは、20/20のクリーチャー、悪魔の布告から守ることができるクリーチャーです。さあ確か全治は見えたんですけど、ちょっと全治以外に全くスペルがないんで、うん、出してもといったところなんでしょうかね。シャッフルも多分できないんですよね、うん、なのでこの3枚を受け入れるとすると全治は出るんですけど、その後ちょっとシャッフルがない状態でしばらくターンを、ちょっと難しい状況ですね、うん、シャッフルしました、シャッフルしていきましたね、うん、でも全治全治土地とかだったんで、うんうんうん、そうですね、ありとあらゆる除去と悪魔の布告から守ってくれるナイスガイ。さあこのターンは2種の墳墓を置くだけでターンを返します。もうスペルがほとんどない状態ですかね、うん、今ショー&デルタ水蓮の花びら以外全部土地で、小笠原選手ここから、ここには大野大地、さあここで吸血鬼の呪詛術師ですね、これで暗黒の神部のカウンターをゼロにして即22時を出すと。そうですね、流れですよね。ちょっとねこの名前が結構解説者泣かせというか、ヴァンパイアヘックスメイジというのが一番簡単。さあおおここで出してきましたね、スイレンの花びらを置いてから実物提示記憶ということは何かがあるのか。エムラクール、ここも最高のタイミングでしたね、うん、もう少し時間を与えると、さあこれはさあここで投了、うん、ギリギリ間に合いましたね、はい、22時を出してもこの滅殺で通りかかってしまうということですね。もう一旦時間を与えてしまうと輪作で暗黒の神母を持ってきて22時が先に出て、うん、エムラクールがチャンプしなきゃいけない状態になったので、うん、本当にギリギリのところで引き込めた。よく引き込みましたね。さあ1本目、まずは現レガシー神加藤選手が勝利しました。いやさすがコンボデッキ対決、もう本当に一旦差一旦差ですよね。エムラクールでも止められないのすごいですからね、あのトーク。そうですねこっちの方が強い。じゃあですね、あんまりゆっくりしているとそのショー&テールで相手の最後のコンパーツが揃って先に攻撃されてエムラクールがチャンプしなきゃいけないとかもあるんで、できればもう速攻で打って先に殴れる状態を作るか、スニークアタック騙し打ちを出して先に攻撃できる場面を作ることができれば理想的ですね。ちょっと悠長にしてると小笠原選手が先にコンボを揃えてしまうので、さあレガシー史決定戦、本日神決第12神決定戦第1部の最後の試合となります。まずは現レガシー史加藤選手が1本先取しています。勝負は3本先取となっておりまして、サイドボードは2本目が終了した後3本目からになります。さあ2本目は小笠原選手1本やり返すことができるのかというところですが、さあマリガンチェックです。さあ土地が2枚あれば思考が濃いからダークコンフィナント闇の副心ネットはつながりそうな、うんハンドでしたけど、まあ、キープしてるんで土地2枚ありそうですね。お1枚、そしてこの対決はあまり役に立たない突然の整備が2枚入ってきてしまっていますね。どうでしょう、キープしたんでしょうか。キープしたっぽい感じですね。さっきもマリガン前に手札見してくれてたんですけど、あなるほど、マリガンの可能性はまだありますね。さあこちらは、うんまあ、ドローがいっぱいあって、まあ、種もあるグリセルブランドも出てきそうと。オムネキープですかね、加藤選手は。加藤選手はかなりいい手札ですね、うん、妨害手段もあったんで。
さあ悩ましいのが大沢選手ですが、ここはマリガンを選択しました。もう一枚取ってさえあればという手札でしたけど、ちょっとね、実質突然の整備がちょっと、そうですね、ほとんど何もしないですからね。さあお互いコンボデッキ対決、しかも実質2枚コンボ対決とですね。さあ今度はどうか。なるほど、いずれ揃うんですが、ちょっとやっぱり森を守るものとか、そうですね、まあ、演劇の舞台がありましたので、どうですかね、こう見てるとちょっと不要牌が多い分、ね、スニークショーの方が部がいいのかなっていう気がしますけど。確かにそうですね。あと加藤選手は、小笠原選手が BG デプスを持ち込むことを予想した上でこのデッキを選んでるというのもあるので、さあまずは小笠原選手、思考囲いからです。さあこれはなかなかどれを捨てるか悩ましいですが、やはりグリセルブランドから、さあここでターンを返して加藤選手、セレンの花びらをキャストしてターンエンド。さあここで演劇の舞台をキャスト、そしてもう一発思考囲い。さあここでフェッチしてきたということは何か大倍ですかね、さあこれはローバイの嵐で打ち消していきます。さあまずは手ごう、今ウィルも引き込めたのですごい時間を稼ぐことはできそうなんですけど、あとはどれぐらいの速さでコンボが揃うかですね。そうですね。さあちょっとこれカード画像、演劇の舞台出せますかね。こちらですね。もしかしここでアーボーグは最強のドロー、すごい、一応これで、ダークデプスからもマナが出るようになったんで、ほうほうほう、コラプローテーションが通ったとするとちょうどマナがぴったり足りて20-20が降臨する、はい、さあしかしおそらくこれには先ほどの意志の力で打ち消されます。これさえ通ればコンボが先に決まる状態だったんですけど、さあ先ほどの吸血鬼の呪詛術師でカウンターゼロにするというのに加えて、この演劇の舞台でコピーして、まあ実質カウンターゼロのこのシンボを作り上げるというルートもあるということですね。伝説ルールを利用してカウンターゼロ個の暗黒のシンボを残すことによって20-20が即座に生まれると。おっと、さあここで騙し打ち、このスニークショーデッキにはこちらの魂打ちルートと呼ばれるものもあります。マッチアップによってはこっちの方は全然安全ですね、デサンドタックスとかにもスニークデアラーゼンジの方が安全です。カラカスで返されてもまたすぐに攻撃前に出し直すことができるので、あっとここでフェッチをすぐに、これは待望の赤マナですね。さあボルカニックアイランド、これで何が出てくるかによりますが、まあ、グリセルブランドでもミラクルでも双方厳しい。さあどちらか、グリセルブランド、まあ、ここは当然先ほどヴィンテージ新決定戦でもありましたが、まずは7枚、まあ、この中に水蓮の花びらとエムラクールがあればこのまま、うん、そしてありそうですね。
さ花びらを江村クール、そして23点パンチ華麗に、22点パンチですね。さあいずれにせよゲームセット。さあ2本目もゲームレガシー戦加藤選手が勝利ということで防衛に王手がかけられましたね。早い早いコンボデッキ早い。さあちょっと小笠原選手もちょっと表情が勘弁してくれよといった感じでしたが、加藤選手結構あれなんですよ、コントロールが好きということで、なのでちょっとまさかのコンボデッキというのは予想していなかったかもしれないですね。さあここからサイドボードに入ります。小笠原選手は窒息ベールのリリアナあたりですかね。ただちょっと劇的に変わるほどかと言われると、ちょっとサイドボードがスニークショーに対してはちょっと薄めかなと。そうですね。対する加藤選手はブラッドムーンを入れるかどうか、もう入れるとは思うんですけど、結構難しいんですよね。ブラッドムーンリスクがあって、ダークデスプスを置かれる前にブラッドムーンを置いてしまうと、あの逆にカウンターが0個の状態で出ちゃうんで、あ、なるほど。でその後にブラッドムーンを破壊されると、突然20、20が誕生して相手との友情コンボになったりする、ちょっと貼るタイミング難しかったりとかするので、僕もグランプリで使ってたんですけど、いつ貼るかとかなかなか難しいなと。あとは、まあ、残響する真実とかですかね。そうですね、こいつは鉄板ですね、あと針も入りそうですけど、そうですね、やはり注目なのはこの血染めの月ですかね。やはりもうこれは20-20が完璧に対処できる、月は難しいんですね。僕も結局 GP でマッチアップした時結構早い段階からだったんですけど、結局ほぼ張らない状態でゲームが進んで、最後水尾を自分のクリーチャーに打たせないために置いたみたいな。あの相手の場合ニガバナあって、ニガバナ壊させないようにブラッドも置いて、ブラッドも壊させてニガバナしで勝ったんですけど、だから最大にしたもののみたいな。さあ現在レガシー新決定戦の模様をお送りしております。カウントは現在レガシー新が2勝して2-0となっています。さあマジックアリーナ日本語版から入った方はね、ちょっと衝撃的な光景だったかもしれませんが、もうそうですね、3、4ターン目にしてなんかすごい悪魔たちが殴り、7枚ドローしてるし15、15殴ってくるしみたいなね。これもねマジックの奥深いところの一つと感じですね。僕はレガシーが今のところ一番好きですね。おやはりいろんなデッキが存在する。そうですね、あとやっぱりその昔使えなかったカードが今なら使えるとか、そういうのもあって懐かしさを感じながらマジックするのが、確かにね、渦巻く地域とかもスタンダードの頃は全く打ったことなかったですからね。そうですよね、もうレガシーでは一番強いと言われたドロースペルですけど、この後は本当に好きなカードが大体使えるので。さあサイドボード交換が終わって3本目がスタートします。小笠原選手なんとか1本返していきたい。まずはこれ小笠原選手水尾はサイド後どうでしょうかね。突然の水尾は抜きますか。まあただ血染めの月を考えると残しておかないとですよね。ゴルガリの回りがもうちょっと多かったら全部抜き切れるかもしれないですけど、まあ残しそうですけどね、サイド後は逆に。なるほどなるほど、まあ、大体2枚ぐらいブラッドも入ってるんで、やっぱ破壊用で残しておくんじゃないかとところですよね。さあレガシー、まあ、試合前のインタビューでは小笠原選手はずっとレガシーばかりやってきたので、やはりまあ仲間たちのためにも勝ちたいというふうにおっしゃっていました。そして加藤選手もやはりこの不慣れなスニークショー直前まで練習に付き合ってくれた友達の
のためにやはり勝たなければいけないとことをおっしゃってましたね。まあ、お互い友情のために皆さんの期待を背負って戦っているとですね。小笠原選手は本当に今までカバレージにも何度か取り上げさせていただいたんですけど、レガシーでかけらの双子コンボデッキを使ったりとか、それでトップ8に残られたりと、いろんなデッキを使って、うん、作ってここまで来ていますが、うん、やはり最近はこのターボデプスかなりお気に入りということで、まあ、本当にそれだけいろんなデッキを使える人がこのデッキを2回連続で選んだってことはそれぐらいデッキが強いっていう証明かなと思いますが、うん、さあ小笠原選手、これは暗黒の神武と演劇の舞台、そして浄土からの生命と闇の福祉2枚と、もう手札破壊がない以外は完璧です、ね、うん、さあ対する加藤選手です。さあドローソースが3枚、そして騙し討ち、マリガンをしてきましたね。もう手札破壊がないとダメぐらいの判断基準かもしれないですね、うん、なるほど、2ターン目ボブでは土地両方揃ってましたよね、暗黒の神武と揃ってましたね、演劇の舞台が1枚ずつ、まあ、今のでもうマリガンするってことは土地、あ、手札破壊がない限りは多分、うん、ほぼマリガンするぐらいの、まあ、6枚になると少し緩くはなるかもしれませんが、うん、7枚じゃ手札破壊ない状態ではキープできないと。さあワンマリガン後どうでしょう。さあ闇の福神とベルのリニアが見えましたが、まあ、2ターン目からは順調に動けるが、うん、これは残しましたね、まあ、やっぱり6枚と7枚の差っていうのはあるかもしれないですね、うん、あとはショー&テルだけだった場合、クリーチャーがただ出てきただけだったらベルのリニアでしっかり対処できるので、うんうん、加藤選手は魂打ちは手札にあるので、あとは出すクリーチャー、ちょっと真ん中速をなるべく進めていきたいところですが、ここで闇の腹心、これには先ほど引いた石の力で打ち消していきます。実物提示教育をドローしたように見えましたが、ここもターンを返します。手札赤に備えて渦巻く知識を構えておく、サーベルのリニアナ、ここで渦巻く知識、さあこの内容次第ではいきなりゲームが終わる可能性もあります。とりあえずアニマルズがいっぱいいましたね。いましたね。さあここはなんとか、さあここでベルのリニアナが通って、まずはハンです。お互い1枚捨てるモードですね。さあここでフェッチ、加藤選手としてはもうベルのリニアが出てきてるんで、スニークショーを出してエンドするか、グリセルで大量のカードを引きに行くか、まあ、スニークアタックを出してエンドが良さそうに見えますけどね。ただこの実物提示局で出していくだけでは、松村さんのおっしゃっている通り、このベルリリアナの悪魔の布告能力ですね、これで一気に捧げられてしまうと。なので騙し討ちを出すか、うん、さあ騙し討ちが、あ、睡蓮の花びらも引いて、もう次のターン一撃必殺の構えですかね、うん、次のターン睡蓮の花びら経由だと騙し打ちからエムラクール一気に走らせることができるんで、それで一撃必殺、さあ渦巻く知識で戻すカード、ちょっと悩んでいる様子ですが、いや難しいんですね、手札破壊とかを考えるとトップに置いておいた方が良かったりとか、なるほどなるほど、
ブレインストームをメインで打った時は非常に難しいですね。僕もよく間違えるんですけど、うん、加藤選手今まさに難しいなとちょっとつぶやいたように。いや本当に難しいですね。手札界入ってる相手には特に、うん、あとは次のターンベールのリーダーで1枚ディスカードをほぼ確定してますし、それも考えながらいらないカード手札に1枚確実に抱えて2枚何を戻すか、うん、サフェッチランド置いてタイエンド、さあ小笠原選手はまたもディスカード、突然の整備を捨てていきますね。そして加藤選手が捨てたのはグリセルブランド、このままだとエムラクールが走れそうですが、うん、まあ、何度かブレインストーム打ってはいるんですけど、ここまで見た全ての情報がそのままだとこのターン走りそうですね、うん、そうですね。フェッチランドから持ってくるのはボルカニックアイランド、さあ試練の花びらを置いてここで騙し打ちをキャスト、うん、さあ何もなければ出てくるのがエムラクール、15-15滅殺6、もう今の手順だとクローサングリップがあっても割り込めない。さあゴルガリの魔除けでスニークショーを終わって15点食らって、そして場がさらちになります、うん、さあそしてエムラクールは効果で墓地に落ちてシャッフルと、まあ、何もなくなりましたが、さあ加藤選手はしかしこれでハンドがゼロ、小笠原選手ここでここから逆転できる可能性もゼロでは決してありません。スニークも一応壊せたんで、うん、ただ小笠原選手は復旧するのはかなり大変ですね。そうですね、と小笠原選手米優、そして今ドローしたのは暗黒羅針部、いやセジ入りステップだったような気が、あセジ入りステップですかね、ちょっと見えなかったですけど、あごめんなさい暗黒羅針部でした。さあこれマナ取り除くの何万でしたっけ、3万です。なるほど、ちょっと遠い、まあ、コンボ以外ではちょっと厳しいですね、うん、揃えたいですね。そして加藤選手も徐々に復帰を始めています。小笠原選手ヘックスメイジは手札に見えたんで、ありますね、黒マナを引くかあと1個、まあ、実物提示教育を打ってくれればというところですかね。そうですね、加藤選手は少しハードルが高いですね、うん、ただクリーチャーを出すだけでは逆に負けてしまう可能性もある。さあここは何もせずにターンを返して、おついに黒マナも、黒マナが来た、ライフが残り4、さあついに出現するか20-20マリットレイジ、さあまずは森の知恵から、これには呪文貫き、さあどうなる、ついに出てしまうのか、出た、これは取った、さあ小笠原選手驚異の復活、あそこからパーマネントをゼロにされながらもこれでコンボ実質成立。
さあこれに加藤選手どう対抗する。ここで実物提示教育、さっきちらっとグリセルが見えた気がするんで、うん、さあこれに解決前にマリットレイジトークンを出しておくと。あ、そして再度暗黒の深部をセット。すごい、小笠原選手今度こそセジリのステップを引いてるように見えました。セジリステップ引いてましたね。さあ対する加藤選手はグリセルブランドを実物政治教育から出して、まずは7枚ドロー。なので加藤選手もこのターンできればスニーカータグ騙し打ちかバウンス呪文を使って、うん、そうですね、おーしかし引いてる、完璧デムラクールもある。さあこれは加藤選手勝利のスニーカータグとなるか。セレの花びらからカマラ、ここで小笠原選手投了。